このウィリアム・テルっていうのはこの、当時ハプスブルーク家に支配されていた時にその地域の、統治者がなんか自分の指輪にこの村人全員これキスして、従うっていう従属の証を示せっていうことをやってたんですよ。でもその村人だったウィリアム・テルは自分はそんなことやらないって言ってこれを拒否したんですよ。で拒否したらどうなったかっていうと、まあ、罰というかだったら自分のウィリアム・テルの息子の頭の上にこのリンゴを置いてでウィリアム・テルにこれ射抜きなさいと。だからもう自分の息子の命を危険にさらしてまで俺に逆らうかっていう感じだったんですよね。でもウィリアム・テルは見事にこれを成功させるんですよ。そこで服従しなかった英雄っていうことでウィリアム・テルっていうのはこの建国のな精神的なバックボーンになってる人英雄なんだと。でそのウィリアム・テル像でブルナラスっていうことでおおと思っていたんですよね。で合流して当日会いました。でみんな準備をしてブルー鳴らし始めました。で私も撮るじゃないですか、一生懸命、こんなじゃないけど iPhone ですけど撮るんですよ。でウィリアム・テルゾーンの方までマーチしてきて、でまたぐるぐる回って、でブルー置いたらですね、なんか私にマサコさん来なさいって言うんですよ。ええー、と思って、え なんだと思って行くじゃないですか。そしたらなんとあなたにプレゼントがあるって言うんですよ。プレゼントをと思ってびっくりですよ。もう本当にサプライズだったんですよね。それでなんかあなたはなんかこのいろんな国々をなんか まとめるようなあのこうことをしてくれたと。そしてこのみんなのこの団結は石のように固いものだとか言ってですねはあすごいなと思って、なんかこの詩のポエムのような表現ですけど、それでですねオリジナルのプレゼントをもらったんですよ。それがこれなんですね。じゃじゃん。これがですね、これが彼らのユニフォームで、ベルをあのつける、あ鳴らすときにこのユニフォームを着るんです。これ帽子もついてるんですけれども、それで、でこれここにですね、これはスイスの国旗じゃないですか。でこっちはスイスはあのカントンって言って州に分かれているので、その人の州のマークがここに刺繍で入れられるんですけれども、ここになんと日の丸を入れてくれたんですよ。でこれをなんか受け取った時にもう何とも言えないこの感動がこみ上げてきて、なんかもう 今でもなんか本当再現というか今も本当感動ですけど、なんて言うんでしょう、はあ、なんか我々は本当に自分の国を守るために戦って一緒に、また国は違いど本当に同じ思いで協力し合えるんだなっていうのが本当に感じてですね、いやもうこれは感動ものでした。感動で本当にもうなんか自分の活動を認めてもらったというか、このその反グローバリズム、グローバル全体主義の戦いの中で我々日本の戦いを認めてくれたっていう仲間として、そういうのがですねもうとても嬉しくて、はあ、これはもう本当大事にとっております。まあ、これ来てですね、一緒にあのザバトは行ったんですよ、これ来てでこれ来て、でそしたら途中でのトイレ休憩とか降りるじゃないですか。そしたら止まってる車の道からこんなさい上等上等って言って、これあの向こうのあのメンバーのあれなんで、これあなたの活動に賛同するよみたいな感じでこんなしてですねやってくれたんですけど、はい、というものですがありました。わざわざでこの日の丸ですね、ちょっと刺繍難しかったっていうけど、でも本当綺麗に見てください、この綺麗な刺繍、まん丸じゃないですか。この丸の刺繍って刺繍屋さんに以前聞いたことあるんですけど、これ丸くするのって難しいらしいんですよ。刺繍の中でもこの技術がとてもあのいるらしくて、でも本当綺麗に、なんか1回目は失敗したけど2回目うまくいったって言ってですね、なんかやってくれました。本当にこれは本当に宝物です。はい、で一緒にあのメンバーの人も私の車乗ってですね、一緒に運転しながら現地の状況を聞いたりですとかいろいろして、
もう話したら話足りないですね。このウォルフさんと一緒に車乗ったんですけど、この人はただもんじゃないんですよ。この人すごくて、これはまた別の機会、まあ、簡単に言いましょうね。この要するに本当にレジスタンスで頑張っていて、で、スイスでは有名なコロナ禍に何かおかしいぞって、いち早くアメリカのお医者さんたちよりも早く先に声を上げたお医者さんがいるんですよ。このお医者さんの名前がドクター・ビンダーお医者さんなんですけれども、ドクター・ビンダーはなんかおかしいと。自分がずっと医療従事者として仕事してきたけど、今回のコロナでこれまでの常識を全部ひっくり返して、なんか意味のなさないとか、つじつまの合わない対応を病院もしているんだと。で、これおかしいって自分のブログで書いたんですよ、発表したんですよ。で、そうしたら仲間というか、もう同じお医者さんに警察に密告されて、警察が、しかも警察って言ってもカウンターテロの部署がやってきて、このオフィスに押し寄せてですね、たくさんの数で拘束して連れて行かれたんですよ、ドクター・ビンダー。で、その時に自分の外にオフィスに、このなんか自分を捕まえように来てる人たちがいるんだと。で、助けてくれって SOS を Facebook だったかなに載せてたんですね。で、捕まって。で、Facebook 見た人は、ドクター・ビンタ何が起きたのと。なんか助けてって言ってるけど、どうなったのって、もあと音信不通なわけですよ。ドクター・ビンタはっていうと、向こうもです捕まえる口実が必要だから、精神的におかしいっていうことにして捕まえることにしたんですね。そこで精神、なんていうのかな、精神病の人たちが捕まるようなところに入れられてるんです、施設に。で、まあ、そういう状況だった。で、公にはどうなったか発表も何もないから、みんな何が起きたかわからない状況だったんですよ。で、そこでですね、これを当時見ていたこのウォルフさんはですね、この方いろいろなんかちょっと不思議なところあるんですけど、いろんな知識があって、レスキュー作戦を考えるんですよ。で、まずはドクター・ビンダがどこにいるかを特定しないといけない、どこにいるか分からんからってなって、それでいろいろ調べ始めるんですよね。で、そこで、まあ、この町にだから警察署とか収容所とかいろいろあるじゃないですか。で、めぼしいところつけ調べていくといないと。で、どうやらこの町にあるいくつか候補のこの精神隔離施設にいるっていうのを、このなんて言うんでしょう、まあ、思って、で、プランでるんですよね。ちょっとこれは、これですね、インタビューがあるんで、これはもう訳してから、これは詳しくは聞いてください。で、それで、まあ、要するに、突き止めるんですよ。この施設の人をですね、ちょっとごまかして、情報を引き出したりとかしてですね。で、それで、何やって、この建物突き止めたんですけれども、じゃあ本当にどう、最終的に確認しないといけないから、ある日ですね、でっかいスピーカーを持ってきて、この施設で大音量で鳴らしたらしいんですよ。で、鳴らしたら、もう何事かっていうことで、この施設の人たちがみんなベランダに出てきたと。で、ベランダに出てきて、で、このベランダに出てきた人たちに、ドクター・ビンダーがここの施設にいるって聞いたけど、本当かって聞いたんですよ、この人たち。そしたら、この張り紙見たことあるみたいな。この人の名前見たことあるって言って、あ、やっぱりこの施設にこの人は捕まっているっていうのを突き止めたと。こういう具合でですね、もうなんか007みたいな、映画の話なんですけれども、まあ、そういうことを、まあ、した方なんですね。ウォーブルフさんって、ヒゲモジャの。まあ、そういう人さ、ドライブ楽しかったですけど、いろいろ聞いて。それで、まあ、マッターホルンのところに行って、レストランに行って取材もして、で、この取材は英語でやったんですけど、英語の取材は実はこのオーナーの息子さん、初めてだったらしいから、私も早くこれもう世に出さないといけないんですけど、まあ、そういう感じでありました。で、何が言いたいかっていうと、この全世界で、もうとりわけ今回スイスですけれども、自由を守るために、自分の国を守るために、自分の地域社会を、大事な伝統を守るために、もう命を懸けて戦ってる人たちがいっぱいいるんですよ。いっぱいいるんですよ。じゃあなんで我々は知らないの？って言ったら、マスコミが隠してるからなんですよ。だから私たちに何が必要かって、声を上げるとき、立ち上がるとき、決断をするときって、勇気が必要じゃないですか。どういうふうな、自分は一人かなって思ったら心細いことありますよね。なんか希望とか、いっぱい
ぱい立ち上がってる人がいる、仲間がたくさんいるっていうことを知るっていうことは、もう大きな大きな宝なんですよ。で、大きなこれ自体がもう、我々のパワーの源なんですよね。だから、そのパワーを我々から奪いたいから、全く報道しないんですよ。で、またレッテル貼りして、おかしい人たち、大変な人たち、また、偽情報を流す人たち、こういう風なプロパガンダで嘘をついて、ごまかして、存在を消そうとしてるんですよ。だから、この人たちが頑張ってることもそうですし、こういった人たちの頑張りがなんで我々に届かなかったのかっていう、この上の声を押し殺してるところをですね、我々知らなきゃいけなくて。で、言いたいことは、仲間はたくさんいるんですよ。だから日本の皆さん一緒に立ち上がりましょうっていうことなんですよ。海外に行ったらですね、私ガナハだから自分の自己紹介するときに、ガナハだが3文字なので、侍の子孫なんですなんて自慢するんですけど、そしたらですね、お前は侍の子孫かって、こういう風に本当にこの侍とか、この武を尊ぶ精神、この文化っていうのをすごい我々日本人以上に尊敬してくれてるんですよね。だから世界からすると、日本人侍だった日本人なん、お花畑で眠ってるのかいと、どうなってるのかってなるわけですよ。我々そんな日本人じゃないじゃないですか。なので、自分が何者であるのか、自分のこの上にどん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 命をバトンタッチしてくださった祖先がどういう人たちだったのか、我々未来のためにどういうふうなことをしてきてくださったのか、どういう困難を自分の命をかけて、自分の人生をかけて克服してくれたからこそ今の我々がいるのかっていうのを、それも含めて我々が何者であるかっていう話なんですよね。だ、それを我々は自覚しなきゃいけない。だ、我々は個人でもないし、だからこそ個人社会っていうのを推し進めていって、このつながりを断とうとしてきているわけで、だ、それをしているからこそ、もうヘナチョコでねなねなしくさが多い、もうまずは永遠に詫びからするべきだろうという世の中になってしまっているんですけど、ひとたび我々が目覚めたらですね、彼らは怖いと思いますよ。だって我々の中にはすごいパワーがありますからね。だからこそ今ワクチンの問題でも、心あるお医者さんの先生たちが立ち上がってるじゃないですか。日本が立ち上がってるっていうのは全世界で今すごい注目されてるんですよ。だからその我々の侍精神をですね、今度はこのグローバリズムで全体主義を敷こうとしている人たちに対して見せつけてやろうではありませんか。だからこその日本であって、そういうふうなに日本の役目があるわけですよ。だから全世界の人たちにですね、この遅れを取ってはいけません。もう我々もこの参戦してですね、一緒に助け合って、本当の意味でのこう、なんていうのかな、グローバリズムじゃないですけど、この全体主義に打ち勝う和、グローバリズムって言葉は我々に合わないですね、和ですね、和の精神を全世界に広めていかなければいけないと思います。はい。で、まあ、本当にこのスイスのこのフリーダムスインガーズの人たちから勇気ももらったし、感動ももらったし、もう本当に出会えてよかったなって本当に思います。はい。で、その動画もご覧いただいたので、はい、まあ、そういうことでですね、まだまだ配信する動画っていうのがたくさんありますので、それをぜひ皆さんご期待いただきたいと思います。そしてで、ね、この、マッターホルンの 山からさよならして、また会いましょうっていうふうに言ってですね、あ、もう本当なんか名残惜しかったですよ。そう、来る車で途中分岐点があって、そこでもうここでもうバイバイだねみたいな、最初は宿の前でバイバイですねって言ったら、いや、あっちまで一緒だからって言って、だから車ごと列車に乗るやつがあるんですよ。雪があって車が運転できないから、列車を通してそこに車を乗せてこう走るんですよね。そこがさよならの時だから、今まだ持っとけっていう感じだったんですけど、でそのところになって料金所でお金払っていて待ってたら、このこのフリーダムベルスインガーズ、ちょっともっと短くなんか言えないかな、ちょっと考えます、まあ、そのメンバーの人たちがみんな来てくれてですね、なんか
本当にありがとうって言って、で一人一人もうハグしてから、でハグはですね、私は右利きだからこんななんですけど、こんならしいですね。心臓と心臓を合わせるのがそのハグの意味らしいです。だからこんななんですよ。そう、心臓と心臓で何でしょう、親睦するみたいならしいですね、ハグは。でハグして、でもうまた会いましょうって言って、でさよならしたんですよね。でそれから私はまた、ビンラディン氏の、姪っ子、そしてもう超強力な反グローバリズムで、頑張っているノアさんにインタビューをしに行きまして、まあ、そこではまた素晴らしい経験をすることができてですね、これまた話が内容が濃くて、ダイジェストで今話できるようなものではないです。ぜひこれからまたインタビュー動画出しますので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。